コラードコラードは、かつて存在したロンドンに拠点とする有名な、アップライトピアノ及びグランドピアノ製造業者である。社名は二人の兄弟フレデリック・ウィリアム・コラードと、ウィリアム・フレデリック・コラードに由来する。1767年、ロンドンチープサイド通り26番地に、音楽販売及び製造業者であるロングマンブロデリップが設立された。 ロングマンブロデリップが販売する楽器は、ピアノメーカーのガイブギルフォードが製造した。現在知られている、最も古いロングマンブロデリップの楽器は1770年製の5オクターブのスクエアピアノであり、ボストンの博物館に展示されている。ロングマンの共同経営者は何度か変わり、社名は1771年には、ロングマンルキー、1774年には、 ロングマン、ルッキーコンプと呼ばれていた。1778年に作曲家で、ピアノ教師のムツヨ・クレメンティが会社に加わり、会社はロングマンクレメンティとなった。クレメンティの後の共同経営者の一人が、木製家具職人のフレデリック・コラードであった。コラードは、楽器製作者として、特に、響き板の専門家として需要があった。 クレメンティが販売を担当したのに対して、コラードは、ピアノ生産に責任を持つようになった。クレメンティは、非常に保守的であり、ピアノ製造における革新に反対していた。ウィリアムとサムシン・コラードの息子、フレデリック・ウィリアム・コラードは、1772年6月21日に、サマセット州ウィベリスクームで洗礼を受けた。14歳の時に、ロンドンへ移り、ロングマン、 ルッキーブロデリップに雇われた。弟で共同経営者のウィリアム・フレデリック・コラードは1776年8月25日にウィベリースクームで洗礼を受けた。ピアノ製造技師及び発明家としての才能に加えて彼は視野文学にも情熱を持っていた。1799年ロングマン &CEO は経営難に陥り、ジョン・ロングマン、 ムツヨ・クレメンティ、フレデリック・オーガスタス・ハイド、フレデリック・ W ・コラード、ジョサイ・ア・バンガー、およびデビット・デイビスの新会社が事業を引き継いだ。1800年6月28日、ロングマンとハイドが引退し、会社はムツヨ・クレメンティ &CEO となった。クレメンティ制、スクエア・ピアのしばらくした後、弟のウィリアム・カイ・コラードが共同経営者として加わった。 1817年6月24日、バンガーが共同経営を降りた。1831年6月24日、カイ・ダリュー・コラード、ウィー・カイ・コラード、クレメンティの間の共同経営が終了した。コラード兄弟は、弟のウィー・カイ・コラードが引退する1842年6月24日まで事業を継続し、カイ・ダリュー・コラードが単独の経営者となり、 彼の二人の老い、フレデリック・ウィリアム・コラード・ジュニアとチャールズ・ルーキー・コラードが共同経営に加わった。1832年の後、長年、クレメンティの名前で販売されていたピアノのブランドが、コラードコラードと命名された。多くの特許が取られ、主に演奏機構とフレームシステムの改良が含まれた。会社はすぐに音楽出版を中止し、ピアノ製造に集中した。 例外として、彼らは1858年までイギリス東インド会社向けのラッパ横笛、太鼓の製造も行った。コラードコラード製スクエアピアノコラードは1851年のロンドン万国博覧会にグランドピアノを出品した。会社は二度の大化にあった。1807年3月20日、トテナムコートロードにあった工場が全焼した。 1851年12月10日、カムデンタウン、オーバルロードに新たに建設された工場が全開した。弟のウィリアム・フレデリック・コラードは1842年にピアノ製造業から引退し、1866年10月11日にホークストーンで死去した。兄のフレデリック・ウィリアム・コラードは1860年1月31日に、 チープサイドドール26の自宅で88歳で死去した。彼は1786年にロンドンに着いてからずっと同じ住所に居住した。コラードのグランドピアノアクション、1884年、ピアノフォルテ、ブリタニカ百科実店第11班。より多くのドイツのピアノメーカーがイギリスの市場で成功し始めたため、コラードコラードは1900年から、 イングランドにおけるピアノ製造の落ち込みに巻き込まれた。1929年、コラード社は、チャペル &CEO に買収された。1963年の火災で、コラードとクレメンティのすべての記録が失われた。1980年、チャペルのピアノ製造及び小売事業は、ケンブルカンパニーに売却された。ありがとうございます。